こんにちは、日本改革党靴沢です。昨日の動画ですね、カメラの調整がまずくてですね、なんか暗い画面になっちゃって、私も顔色悪く、なんか妙に日に焼けてるように、まあ焼けてるんですけれども、映っちゃいまして、今日はちょっと明るめにしてみました。10月1日開催に向け準備中の外国人実習制度廃止デモなんですけれども、農家が潰れてしまう、夕張メロン農家が潰れてしまう、反論ありそうですけれども、外国人が働くことは否定しませんよ。例えばですけど、外国に行って、まあ、働いて、出向で働いてて、現地でね、外国人の女性と仲良くなって結婚して、で、日本に連れてきた外国人の奥さんは、パートもダメーって無茶は言いません。外国人が働くことは否定しません。なので、各農家がですね、勝手に外国人雇ってよ。自分で努力してさ、政府が制度として外国人労働力を輸入すんのやめろって話なんですよね。日本ミャンマー協会ってとこあるんですけれども、理事には麻生さんとかいる、大きいところなんですけれども、日本で働きたいミャンマー人はみんなこの協会通さないとダメっつう立て付けになってるんですね。っていうか、日本で働きたいミャンマー人をお世話するためにできた協会みたいな、もう天下りと利権の匂いがプンプンしますでしょ。プンプンしますよね。なんか交通安全協会みたいな、プンプンしますよね。免許更新のお知らせを送ってくる団体なんですけど、個人が勝手に個人雇うのはいいですよ。で、雇えなかった、集められなかった農家は脱落していくと。もう廃業だ。畑は優秀な農家に吸収されて、使ってもらえばいい。これが健全な資本主義ですよね。各々の努力とたまーに現れる天才的、画期的発見発明が人類を進化させていくと私は思っております。各農家はですね、制度のおかげで努力せずに、賃金もケチって労働力を得られる、これこそ不健全ですよね。努力したものが報われるって世の中じゃないとね。統一教会解体だそうです。10月中旬で調整と、文科省の行政調査権を部分的に拒否したんだって。質問権を行使したが回答のない項目が多数あっただそうで、これ議員にも議員調査権っていうのありまして、私豊島区議会議員だった時代でしたらば、豊島区の行政について質問したら、行政は答えなくちゃいけない、明らかにしなくちゃいけないという権力を持っておりました。保健所なんかの行政調査権だと、まあ食堂に行ってですね、衛生状態はどうなってっかみたいな、のをですね、調べると。まあ取り、麻薬取り締まりは意外なことに厚労省の管轄であるとか、あとまあ一番強烈な行政調査権つったら、国税のガサ入れとかありますよね。壁に穴開けて、ぶっ壊しても入ってくるっつうね、恐ろしいですね。世論です。宗教の名を語った集団詐欺だしな。これでもうパヨさんたちはツボ連呼できないね。ツボガーって自民党叩くとき便利に使ってたツボガーが使えなくなる。統一絡みの政治家全員クビにしてください。旗から見ると自民と切れてるようには見えんけど、内閣支持率激減してるからだろう。議員秘書300人とか言ってたが始末はつけたのか。どうせ名前変えて再出発だろう。自民の証拠隠滅が終わったってことかな。山上は教会を潰すっていう目的達成やん。ツイッターではですね、創価学会も解体しろって意見が多くてですね、トレンドになっちゃってました。とんだとばっちりだな。日頃の行いは大事ですね。私は統一に詳しくないんですけれども、行政調査権を拒否っていうことは公の支配に属さない、コントロールできてないってことで解体は妥当ですね。
まあ宗教法人の認可取り消しってなるとは思いますけれども、宗教団体だから内心の自由だからって言ったって何でもは許されませんよね。人を生贄にすとかさ、あとあの乱行してとかさ、統一教会を恨んでなぜか安倍総理を襲撃した山上容疑者の大勝利になってしまいましたね。投票よりもあの一度の暴力の方が変えられる、効果あるって証明しちゃったな。他の宗教団体はライバル潰れて喜んでんじゃないでしょうか。アレフとか検証会とか創価学会とか共産党とか令和とかのカルト、まあ、 あの共産党員かつ検証会とかありそうだから、まあそれは何とも言えないですけれども、解体される恨みで自民があの不利になるような暴露どんどんすっかもしんないっすね。あいつもこいつもこうだったみたいな、LGBT 法だの、スワップだの、ホワイト国復帰だの、消費減税したら消費が鈍るだの、最近の自民とは劣化が甚だしいからいっぺん弱体化しろ、でね、あの何が悪かったんだろうって内地へ絞って考えろ、私に聞きに来ればですね、100や200は教えてあげますよ。これが自民の悪いとこっていう項目でね、自民、国民民主民民と連立打診を検討、玉木代表の再選で、ダブルスコアで前なんとかさんと前原さん、前張さん、に、勝利したみたいであります。学会学ぶるやないっすかね。これあの連立切られる、公明党連立切られる、統一も切るし次はそうかそうかという、世論です。公明への揺さぶりかな。自国、あ、自公国乗るかな。連立となったら連合は分裂するしかないだろうな。過去自民と組んだ小さい党は全部消滅してんだよな。組んだら自民と共産が大嫌いな前原は党に残れないな。生意気な公明を切る準備、玉木と組んで公明を切れ。維新が羨ましそうに見ている学会員の年齢中央値が共産党と同じザ段階75歳になっちゃったんだって。そういえば公明党っていうか学会がやっとる仲間増やすオルグはザ段階っちゅいますね。ザ段階、ザ段階、財務と呼ばれる熾烈な金集めを見て育った小山子が入信しない、信者全体がスライドで高齢化しておる。でね、大学行くんだ、一人暮らし始めんだなんて、子や孫をですね、信者もですね、学会に報告しないんだって。それはですね、つきまとわれて入信しろってね、されるのがかわいそうだから言わない。でね、そこに住んでること、公明党の名簿上は、そこに住んでるはずの人がいない。信者のね、なんつうのかな、信者の関係者のね、そういうことも始まってるみたいです。学会員には2種類あって、普通に日蓮宗を信じる一派とですね、池田大作を個人崇拝する、まあ、多数派、こっちの方が多いらしいんですけど、で選挙活動もですね、池田先生へのご報告仕事で一生懸命ってなって仏様を拝まずに池田大作を拝んどる。今95歳の設定、生きてればなんですけど、あと5年で100歳になるのか、これ隠し続けるの無理ないもう95でも相当無理ない。男性の平均寿命は 81.何歳ですよ。無理ないこれ。民民は公明よりマシなのかな。玉木代表は最近まともに見えんですけど、玉木だけなんだよな。国保を外国人に使いやすくした。でね、医療観光なんて言葉作っちゃった S 級売国度の前原とかね、民主党の詐欺フェスと実質作成したですね、いぶし銀の売国度、大塚とかおりまして、国会18連休も満喫してたし、いまいち信用ないな。民民が自民と連立したら連合は割れるしかないですね。
立憲支持してるのは自治労日教組、放送労連、通信労連、郵便労連、だそうであります。で、あの民民を支持してるのがそれ以外、電力、自動車、まあ、食品とかそんな感じ。立憲支持団体って見事にですね、景気回復を望まない連中でして、親方日の丸、もしくは元親方日の丸の連中ばっかなんですよ。通信労連ってあの NTT とか KDDI ね、国際電電、電信、電、日本、電電公社か。電電公社と国際電電、通信労連ね。放送労連は親方日の丸でしょ。元っていうか、最初からあの護送船団で、新規にチャンネル作るの許しません。そういうことでね。こいつらあの労働者の待遇よりも、邪悪な思想を優先する日本人の敵なわけでして、一丸となってあの民主党を応援してたそれ以外も大概ですけどね。西日本新聞、外国人入居お断りは差別とか書いてありました。言葉が通じないなどの理由で家主や不動産会社が外国人の入居を拒む事例がある、外国人お断りの張り紙に心を痛める人がいる、なんて記事をつらつら書いてしまいまして、世論です。だってめちゃくちゃすんじゃん。言葉が通じないは至極まっとうな理由と思うぞ。日本以外では外国人を拒否してないの？調べた？なんで断られるかよく考えてみたら、区別するのは当たり前だろ。規則を知らない守らないは迷惑だろうに。川口みたいになったら嫌だもんな。部屋汚されたり、部屋を汚され懲りたんじゃ、差別じゃなくて合理的な判断に基づく区別、女性専用マンションが許されるならこれもいいんじゃないの。一般人が不良外人に苦労させられるのはこういう左翼新聞のせいと。西日本新聞ね、あの押し紙やりすぎて販売店に訴えられて5700万円の支払い命令されたとこが何を偉そうに、そんな会社だったらですね、あの西日本新聞が外国人専用アパートとか外国人、マンションとか建ててやればいいんじゃない、こいつらですね、あの女性用マンションも差別で騒ぐんでしょうかね。社名で来日した外国人なんかは会社が借り上げたマンションに、住んだりしてますね。普通だったらですね、外国人ね、日本に来る前にね、住居確保しない？俺あのアメリカに住めって言われたら、行く前に住むとこ確保しますよ。来てからね、あの住むとこに困るってバカすぎ。そんなやつは断りたいよ、外国人じゃなくてもって。心を痛める人がいる、連れてこいって、実在するんだからさ、名前も年齢も言わねえでいるってだけで、イメージ操作してんじゃねえって話ですね。中国共産党によるブロック経済構想、一帯一路、 G7 では唯一イタリアが参加していたんですけど、経済効果が期待外れということで離脱を検討だそうであります。世論です。ああ言っちゃった、金の切れ目は一帯一路だよね。泥船から逃げ出さないと。中国の経済崩壊に巻き込まれないように逃げたマスゴミ、バスに乗り遅れるな。役立たず呼ばわりで、まあメンツ丸つぶれの近平イライラ、イタリアの離脱はアメリカの圧力って、言っちゃっております。違うと思うけどね。役立たずだったんだよ、期待外れ、全然ダメだったっていうですね。世論です。約束してた利益を提供できなかっただけだろうに。アメリカのせいにしたところで何になるのか、何のメリットもないんだから当たり前だろ。クズはいつも他者のせい、大儲けできますよってそもそも詐欺、思い通りにならない他者を口汚く罵るいつもの共産党ムーブと、これをきっかけにですね、あの離脱国が増えるといいですね。中国は大したことないって思われるのが一番嫌でしょうからね。日本のマスコミね、あの特に日経新聞、バスに乗り遅れるなーなんつって煽ってましたけれども、日経新聞の評判ですけど、経済記事以外は優秀って言うんですよね。儲けを他の国に渡さんかった、借金付けにして空港や港を奪う手口が知られてきた、日英イで戦闘機共同開発するし当然ですね、近平ストレスでですね免疫下がって風邪ひけ、であとあのタンスの角に足の小指ぶつけろと、
大体構造的にですね、中国の世界をデフレになんだから参加した国も同化してますよね。その時のあのイタリアの政権って養女集めてパーティーやってたっつベルルスコーニでしたっけ、ベルスコーニって名前でしたっけ、ベルルスコーニ、ベルスコーニどっちだっけ、今のメローネ、首相ですね、まともそうでよかったよかった、女性なんですけどね、割とそのイケてる方の女性ですけど、今のメローネ首相まともで、よかったであります、というわけで、10月1日外国人実習制度廃止でもやります。まあ主眼はですね、不法滞在を増やすな、不法滞在許さないぞっていうあれなんですけれども、まあ許すなだけだとなんか曖昧なんで、外国人実習制度廃止要求でもっていうんですか、まあ夕張メロン農家は自分で努力して労働力確保してほしいよな、ダメだったらば脱落するのが健全な自由競争社会だと思います。デトックスジャパン。